京王高尾山温泉は、東京都八王子市高尾町にある温泉。高尾山のふもとにあり山の玄関口の一つである、京王高尾山の高尾山口駅に隣接する。2015年10月27日、京王グループの日帰り温泉施設として、京王高尾山温泉、極楽湯が開業した。京王高尾山温泉、極楽湯は、全国で温泉施設、スーパー銭湯を展開する。 極楽湯チェーンのフランチャイズ加盟店であり、施設の運営を、k 応グループの k 応設備サービス及び、レストラン k 応が行う形をとっている。k 応グループとしては、初の温泉施設であり、また極楽湯チェーンの施設としては、観光地への初出店となる。極楽湯の k 応沿線の店舗としては、他に多摩センター店が存在するが、直営店であり、k 応グループとの関連はない。 慶応高尾山温泉の掘削は2012年10月から掘削工事を開始、温泉の誘出を確認したため、施設建設工事に向け本格的に準備を開始した。なお周囲に温泉街と呼べるものはなく、東温泉の湯を使用する施設はこの一箇所のみとなっている。温泉施設のオープンに先駆け、2015年4月24日に高尾山口駅がリニューアルされている。 また、同年9月30日より、運行開始した京王8000系ラッピング電車、高尾山トレインでは、高尾山の温泉会湯のヘッドマークを掲げて走行し、温泉ののれんをかたどった、車内装飾などによる宣伝がなされた。2016年10月27日には、開業1周年を迎え、これを記念して10月22日から10月30日までの土曜日、日曜日に、 高尾山口駅前で高尾山オータムフェスタが開催され、また、開遊1周年感謝祭として入湯料、半額サービスやノベルティグッズ配布、プレゼントが当たる抽選会などが行われた。最新の情報については、公式サイトで確認のこと。選出公式サイト内、温泉成分表を参照。京王高尾山温泉、極楽湯の館内に掲示されている。 温泉分析書より、泉質等を以下に記す。ありがとうございます。